僕たちは日本で一番遅く、桜を見た。桜は、すごい、すごいすごい、すごい、言って、桜の下へかけていく。桜は僕を手招きしている。僕は桜の一つ一つの、仕草が好きだ。僕が桜の横につくと、桜は、しばらく、桜の花びらが散るのを一緒に、見ようよ、ここに座ろう、と、言うと、僕の左腕を下に引っ張り、僕の左隣に座ってくれた。小一時間ほど、桜の花びらが舞い散る光景を、見た頃であったであろうか。桜は、最後に桜が、見れて、よかった、と言う。僕は振り向き、僕は、最後を、と言い終えると、桜は僕にゆっくりと手を、振りながら、声に出さずにバイバイと言いながらゆっくりと、消えていった。僕はベッドから飛び起きる。桜の花びらが僕の目の、前に舞い浮かんでいる。あたりを見回すと、ベッドの周りに桜の花びらが、舞い起きていた。ただ、一箇所、僕が寝ている左側には、今まで人が座っていたかのように、桜の花びらがなかった。